うちのおばあちゃんのところにですね、ある男性が、しばらく入院するから挨拶に来た来たんですね。しばらく入院するから挨拶に来た。そう男性は言ったんですけど、顔色は冴えない。この人は、この当時、1ヶ月ほど前に奥さんを亡くしてて、一人で住んでたんですね。まあ、入院したならば、 家に誰もいなくなっちゃうじゃないかうちのおばあちゃん言ったんですけどもう家にはいられない幽霊が出るから怖くていられないそう言ったんだそうですこの、まあ、男性おじいちゃんの連れ合いのおばあちゃんは病死だったんですね息のこの辺の病気としか聞いてないから詳しい病名なんかわからない人ですただ亡くなり方は異常だったんですそうですね 見つけたのはその男性。朝起きると、隣に寝ていないことに気づいて、今に出ると、うつ伏せになって倒れているのを見つけた。慌てて駆け寄って体を揺すると、その顔が見えた。目は飛び出さんばかり見開いて、で、爪に肉が挟まっていて、喉を掻きむしった跡がですね。その舌が、ふわーっと飛び出していて、喉仏近くまで垂れ下がってた。 口いっぱいに舌が詰まっていたそうですその姿が妻だからっていうのもあるんでしょうねあまりに恐ろしかったようなんですすぐに近所の人を呼んで大騒ぎになったそれから2ヶ月ほど経った頃寝室で眠っていると入り口の戸のところに誰かいるような気配がしたんですってで起き上がって電気をつけて見るんですけど誰もいない 再び明かりを消すと途端にじわっと気配を感じる気にしないようにその日は眠ったんですそれから毎晩気配は寝室に訪れるようになったそうです相変わらず目では見えないですけどいるような気がするその晩も気配は訪れたんだそうですでもいつもと違うんですって今度は暗闇の中ではっきりいるって感じた

何か空気の抜けるような言葉として聞き取れない声がするんですよ。何言ってんだろう布団から外覗く。そこに妻の姿があったそうです。舌がドゥアーって喉元まで垂れ下がって口にいっぱいに詰まってる。その死んだ姿のまま。だから口いっぱいに舌が詰まってうまく話せない。 空気の抜けたような声で何かを語りかけてくるそれから毎晩枕元で何かを話し続けるうう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 もう怖くて一人でいられねえんだだからもう入院することにするそう言ったそうです えー、詰まるという話です。